橋本健太郎は、日本の彫刻家。東京学芸大学名誉教授。日本芸術院会員。文化功労者。君党は朝日中受賞。法選学園短期大学助教授。東京学芸大学教育学部教授。社団法人日展理事長。社団法人日本彫刻会理事長などを歴任した。1930年7月23日生まれ。東京出身。 1953年、東京芸術大学彫刻科卒業。1954年、日展初入選。1966年、日展特選。法選学園短期大学助教授などを経て、1973年、東京学芸大学助教授。1974年、日展審査員。1982年、教授。1990年。 日展表議員、1992年、日展文部大臣賞、1994年、日本彫刻会幹事、東京学芸大学を大官、名誉教授、築園生にて1996年、日本芸術院賞受賞。日展理事、日本彫刻会理事、1996年、日本芸術院、会員、1997年、日展常務理事、 1998年、日本彫刻会場無理事。1999年、日展事務局長。2000年、日展理事長。日本彫刻会理事長。2009年、朝日中受賞受賞。2011年、文化功労者。2021年1月31日、誤演性肺炎のため、東京都目黒区の病院で死去。90歳没。 死没日をもって14人に除される仏像、宗教的雰囲気の人物像などを彫る彫刻家、橋本交渉の長男、ありがとうございます。